大海川原木留め協同組合が、なぜ何に反対をしているかというと、まず私たちは、大海川という本当に自然に豊かな、さっき草島さんのスライドに生まれましたように本当に、鮎だけでなくて、よぞく魚、カジカもいるだろうし、ヤマメもいるだろうし、イワナもいるだろうし、とっては、山だけはもちろんのこと、全国的にも、素晴らしい川だなというふうには自負していると思います。漁業協同組合というのは、内水の漁業協同組合をやる、海のやつでなくて川の漁業協同組合ですね。それは、組合を作って、そして河川川に増殖をするということです。いわゆる川というのは、すぐ、再生産ならなくなる危険性がある。限られている水面しかありませんので、そこに先ほど会長さんにお話した通り、例えば1100人もの組合員がいて勝手に、魚を取ったとすれば、たちまちその魚族が枯れていくといいますか、死んでしまう、なくなってしまう。そこで増殖は義務づけているわけです。漁業権を与えて担保する、その代わりに増殖は必ずしようと。それは漁業管理、漁場管理委員会というのが山田県にあるわけであります。そこが監督をして毎年そういう増殖をしているかということ。増殖を義務付けられているものですから、私たちは増殖をするわけです。魚は、アユは山形県では最高3700キロぐらい放流しております。アユだけで言えば、ちなみに先言いましたように、2番目の相模川で2700キロです。ですから、先のような天然素材もありますけれども、豊かなアユ自然ということになっていくのではないかというふうに思っています。で、増殖を義務づけるということは、豊かないわゆる漁場の環境もいい環境でなければならないわけであります。その中で育っていくということです。当然のこととして漁場をもう管理していかない、良好な漁場を保っていかなければならない。ですけども、最近は河川工事やいろいろとって、その漁場の環境が悪くなっていることは皆さんもご存じだと思います。ですから、漁業組合がダムをそこに作るということになれば、何の理由もなく、これは困るということは当然のことだわけです。私たちは、いや、ダムを作ってもらっては困ると。しかし、ダムを作ってもらっては困ると言っても、作る方の方にも理由があるでしょう。その理由がね、本当に正当なものといいますか、皆さんが考えてなるほどということの理由であるとすれば、これは反対だけをして、ダメだというわけにもいかないでしょうと。それに代わる何かの対策があれば、これは反対し続けてもいいのではないか。私たちはそういうふうに考える。で、ところで、ダムの反対のことは、平成の7年に理事会を開いて、ダメです、反対です、というふうに言ったわけでありますが、その答えには返ってきませんでした。で、いろいろ
なんかする中で平成13年に談話の懇談会をするということにしました。でその中で私たちはいろいろ勉強したわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように話がありましたように、あそこの赤倉温泉の温泉街、温泉街のいわゆるそこの川幅が狭くて、どうしても、その時洪水になる水流を確保できない、流量を確保できないとすれば、そこは拡幅したり、あるいはその堤防を作って高くしたり、あるいは移転をしたりする方法はあるのではないかと、まあ、こういったところをそこは温泉街源泉に触ったので触るので工事などはできない。それは前にその工事をして保証問題までなった経緯があると。そこで県はそこに触ることができないので川を掘削することも掘ることもそこに堤防を作ることもできないんだと。それでダムを作るということになったんだと、こういうふうな話があったわけです、うん、ダムの懇談会は平成13年に、5回にわたって平成13年5回平成13年から14年にかけて5回懇談会をしました。その懇談会僕もそうですね、それが初めだったと思うんですけど、その時からです、懇談会何人でしたっけ、何人ですか、30人です、30人、その中で沼澤さんのようにダムによらない対策があるんじゃないかって主張された方何人いらっしゃったんですか。2人か3人です、ね、ですよね。だからなんか行くたんびに思ったのは なんとなくこう袋叩きされてるみたいな30人たーって、の主張はいて、懇談会のメンバーはどういう人なの。それは各種団体の長ということで、うん、代表者というか長と言いますか、で地域の、今なんと言いますか、部落っていうのは言葉は使いませんでしたけど、町内会とか、区内区長たちと最上町の最上町の部落の責任者、そうそうそう、それから農業協同組合の、組合長とか、それから商工会の会長とか、温泉組合の会長とか、もちろん私の方は主に農業協同組合の組合長ということで、まあ委員になったわけです。その30人のうち、私と船形農業協同組合の組合長と、あと一人、確かそのダムを以外にもする方法があるのではないかという主張をした方がおったと思います。でその方々はもう頭からそこはできないという前提だったので、うん、温泉、それも草島さんの話ですと20軒全部移転する必要はないものです、うん、川は狭くて川にせり出してきている旅館は4軒だ、そうそうそう、4軒だけ、で民家が1軒、だからその人たちが何とかすれば何もこんなダムなんか作ることない、ここから私の信念といいますか、ダムには反対しても反対し続けてても何も何といいますか、社会的に糾弾を受ける必要はないので、それを一本で通してきたつもりです。ですから私たちは反対のための反対をしているわけではないです。ちゃんと皆さんに説明をしてすれば分かっているくださる理由だということで、私の方でも総大会というのは、組合の意思決定機関でありまして、1100人おるうちに120人が代表ということで、その代ということで、意識的時間をそれでやっているわけです。その中で平成12年と12年目は、まあ、軽い その理由までなくてやったわけでありますけども、18年にはきちっと協力しまして、
そのことで議論をしまして、反対という結論をしたわけであります。ですから、私たちの検討の争点は、そこが理由ができないか、私は科学的にそういうことは証明することは何もできませんでした。もう関連的にそういうふうに期待するというふうにはっきりしているわけです。で、草瀬尾さんにはその人の方からいろいろ聞いて、で、この度は山田井の川尾先生です。そんなことはない、そんなことはないということを証明してきておりますし、それで、もう、なんて言いますか、もう、それ以上の私たちは、主張はしなくてもいいというふうに思っているぐらい、信念として持っているわけです。簡単にはそんなことでありまして、そこで、考えだけ、私もこの通りでありますので、なかなかそのことを皆さんに理解をできるように説明したり何なりすることはなかなかできないわけであります。まず第一にそういうことであります。平成13年は、その会議が始まった時には、その一番そこで偉い方といいますか、その当時は建設事務所といいまして、建設事務所の所長さんが、私たちはどうもそのお役人さんが来て偉い人が来るとそうだろうかなってすぐ考えてしまうわけですけども、その温泉街は、まあ、そういうことで絶対その触ることができないので、移転するつもりもないし、温泉街を移動させるなどというふうには考えておりません。ただ案としてはそれはありますけど、こう言われてしまいましたので、議論にもならないんです。議論にもならない、私は今言ったようなことを話をしても、偉い人がこんなことはするつもりはありませんと言えば、皆さんは、まあ、初めからその家の人たちだって、まあ、ダムありきの人たちを集めたというふうに言っても可能ではない。なぜかならば、その集落の、一人の組の区長さんは斉藤、私の方の夫婦に言ってたんですけど、それがこう覗いて議会に出ている、その当時はダム建設委員会で委員長だったと、伊藤さんという方をすり替えて副組長を覗いているんです。だから当然地域の代表でいえば、私の今の副組長がそこに行くはずだったんです。で、一番先の会議の中からそれで揉めちゃったんですか。私はこの委員会は、ダムありきの委員会であって、ダムを作るか作らないかだけで、後の問題については、その案というものについては、ただ示しただけですね、ないかというふうに、もう主張にしました、ね、そういう状況の中で始められたんです。で、それで、小田さん、その時って専門家川の専門家っていうのは誰も、誰もいないんでしたっけ。風間先生のやつは何ですか。家の中に、その次に平成15年で流儀委員会って言ってたんですよ。それはもう公的役者、最上の小川の治水対策をどうするかという立場で、その前、私が話をしているのは、ダムの懇談会によって、地域の人たち、地域の大事として、いわゆる
ダムを作ってもらいたいという組織を作るさんなどと思います。賛成ね。賛成。そもそもやっぱり有力民営がそんなに強烈に反対するなどということは想定してなかったと思います。それが、何より証拠と言いますか、私が感じたのは、私は組合長になったのが平成9年であります。平成9年に、私は小金町に、今度、両方去年の組長になりましたので、よろしくお願いしますと言って挨拶をしたときに、その当時の町長は、ダムのことをよろしくお願いしますが、打っていくと言ってましたけど、そんな。いや私の方では、私の組合長がない時に、もうすでにダムは、でない治水対策をし、治水対策をしてくださいというふうに出しておるんです。理事会の決定により。理事会で。そう。ですから、それは、小金町に出している。小金町が一生懸命ダム作りたい、ダム作りたいという急須を投げて、反対してはならないが、俺たち反対するのは当然のことだし、どこの組合だって反対したんだけど、そういうことだ、ところが、厳密だけども、それは反対はいつするでしょうけども、やっぱりその保証金とか何とかって言うて、賛成するなんていうのがいいかっていうふうに思ってたと思うんです。なるほど、最後なと思ってたわけだな。そうです、そうだと思います。それは私たちが、住民に、ね、県に反対をしていただきたいと言って、陳情書を持っていったときに、その紹介人として隣の小原沢の今の社長ですけども、加藤さん、加藤さんが、その人がにお願いを言ったんです。それはその前に、県にして、ダムに反対だと、ダムは作るべきでないという発言をしてたというふうに知らんですが、で私も、ああそういう人だったら、紹介芸になってもらってっていうことでお願いに行った。その時に言った言葉が、私はダムで反対ですと、ダムは作るべきではないですと、でだけどもよ、組合、漁業組合はよ、ダム反対先の指摘でも、もう途中から、作ったっていいっていうのもね、すぐ、ぷよぷよく言われたんです。いや、私たちは、もう、総代権にも決定をしているんです。ですから、そう簡単に作るというふうに賛成するつもりはありません。とにかく、私たちは、何か作ってまいればいいわけですから慎重したんです。言ったけど、でもその時は、加藤さんが招待になっていただいて、そして、加藤さんがいるだって、やっぱり芸能界というものについては、そのぐらいの認識であったろうということについては容易に、考えられるわけですから、ましてや社長というか、社長たちはそのことで反対になって反対を進められるということはないというふうに思ったかもしれません。かもしれません。なるほど。平成12年ですね。12年に対してなんですが、で13年に今度はこんな会です。だから、その前に、その前ですかね、平成9年に、周りの町長さん、挨拶に行ったときに、でその時に、私は、だって東北電力は参入しないという話じゃないですか。それから、灌漑用水は、必要でないのでしょう。30% も減反をしている状態の中で、今更は灌漑用水を必要とよ、ね。それは乾物でもあれば、困るということもあるかもしれませんけど、水道用水必要なんですか、小説道路、
貯水図用の実の質が見つかった。その時に中川町長言ったことは、小説用の水を欲しいと言ってる。その時は穴を見ながら歩いてる。で、まあいい言い方は、500億もの、金が最上町に入るんだと。で、団子、そういう予算があるのに、断るなんていうことはありえないことだと、今日私に言ったことってありますけど、あの町内会の集まりとか、そういったところで言ってる話です、まあ、そういうことで、いわゆるリゾートといいますか、ダムに水を貯めるわけですから、ボートが届くわけで、自体リゾートにするんだという形でダムが始まるわけです。うん、の13年にはそういったものがなくて、もう穴開けダムと、治水用専用のダムということになったんですよ。治水専用のダムだとすれば、私たちは、さっき言いましたように、その温泉街の方向、ちょっと寄せ、ちょっとというような言い方は悪いんですけど、それは金もかからないだろうし、寄せてもらった温泉だって、今の見ていただくと分かるという、景観が悪い、あの、遊戯委員会というのはその後あるわけですから、遊戯委員会の中では、笠上は、景観が悪くなるので、景観が悪くなるので、散水できない。こういうふうに言った方が3人もいます。笠上っていうのは、あの、なんていうの、この地面から、まあ、まあ、なんていうの、こう、今は低いところにあるのを上に上げるっていう。さっき言いましたように、1メーター42センチ高いところに建物があれば、あの同じ幅でも、流量は確保される。洪水にはならない。水害にはならない。という論理からすれば、1メーター、倉島さんの話、さっきの話では1メーター40、掘ればいいのではないかということと、掘らなくとも1メーター40堤防に堤防を作ればいいのではないか。で、堤防をさっき言ったように、あの作られているわけでありますから、ここのところに1メーター40上げると、そうすると川が見えなくなる。ここに1メーター40あったところが川が見えなくなるということになるでしょうね、やっぱり。じゃあその分だけ笠上をすればいい、できないということはないと私は思っているわけです。それで平成15年の流儀委員会に、そのも私は来ました。本当は13年にこれだったわけじゃないですから、これだというのは13年に自分をしました。そしてこれが、ここをやることができないとすれば、今度は迂回、神の影方に、水沢川っていう川があるんです。そこから約800メーターのトンネルを作って、こちらの川に出して、あの赤倉温泉街を通してやれば、赤倉温泉街の水害は守れるんじゃないか。さっきの話の中にありますけど、赤倉温泉街だけです、民家があるのは。民家で水害が、の危険性があると言われるというところ。あと、下の方には行ってもあるみたいなんです。ですから、あとの二十数軒の家は、堤防を作れば堤防の別になりますから。堤防に関わるのは種目ですかね、ありません。右岸の方で、で、左岸の方で旅館は上の方にありますけども、それは堤防を作って積み立てあげれば、もう少しの幅を広めて積み立ての堤防を高くすれば
ね、悠々高を目指していつ見た50センチぐらいの堤防を作れば何のことはないのです、うん、それは皆さんと一緒に私と話をして、一緒に行ってみるでそういう時間ですと流せねやつ言ってくれる人いるんです。で昨日も技術懇談会の中 で、 こういう人になるんです。なぜならばその団子そういうこと分かっていたのダムっていう並びっていうことだね。そんなことを分かってないわけじゃないんですね。もう理屈を言うだけダムを作りたいから理屈を作るんです。で実は私の方から出ている、伊藤しげるっていう しげなりっていう近海人は伊藤しげなり、伊藤しげなりさんという近海人は4億人がダム反対やらてとんでもない話だということで理事になってきて理事になっております。うん、私も理事になってきたの。そうです。で昨日そんなことで話をしましたので、私が言う今までは真句として言わなかったんですが言えると思いますが、その人にきちっと昨日は言いましたので、言いますけど、税金に関わることですかねというふうに言うか、人の思想心情に関わってものを言うことを言うということはだけども、そういうふうに言いました。で、その人に、なして事実がある例子は、なしてダムにこだわらなにゃや、なしてダム作らなにゃや、私は科学的な根拠に基づいてやられるものについて賛成をしているのでありますが、じゃあ科学的な根拠って何なんだ。私たちの観念、私たちが観念、観念と言いますか、考え方で、そんなことないでしょ、あそこさ、もう触られたて、温泉に触られたても、高くすることはできなくないじゃないですか。セミ温泉、好き、セミ温泉。セミ温泉、はいはい。セミ温泉か、ちょっと待ってよ。さっき出てきた。あ、さっきね。さっきね。さっき出てきましたね。これ見てみる。これいいよ。これわかりますよ、ね。ここね。ズバスにあったな。この次ですな。これですな。はい。ここまで堤防でやったやつをこう重ねてます。ね。そう。これ埋めた近くあるわ。2メーターぐらいありますよ、そこは。いや、ここだけよ。あ、そこね。うん、はいはいはい。ここさみぐね。だから最初のあの、ここから、この堤防からここですよ。アメリカのやつ。じゃあちょっと出しましょうか。見る考えると、比べてみてもらえば、本当に圧倒していただけると。ここ、普通、ここが、あれここまでが堤防だったやつを、ここがかさげしたんですよ。かさげっていうか、これ堤防を、パラペットっつうんですよ。ここの壁を作ったんですね。で、これは耐水化中圧なんですけど、要するに、これはね、またおもろい絵なんですけど、はい。これでいいと思うんですけども、ですね。ここに、だから1メーター。そう。上げればいいだけだといいな。上げればいい話なんですよ。ね、それではちょっと困るということであるとするならば、なぜそこをここ上げてやらない、そんなことをしないで私たちは、ね、地域の人たちとダムに60億とか140億とかで使うんだとすれば、この旅館そのものをね、今風に今風にそう今国って言ってはあれですけど、ディスタッタっていいな、ね、そういう鏡もの
ねえ、そうなんですよ。そっくり新しいベスタ建てるもんじゃないかからね、うん、ね、道路建設の時ダメだダメだって言ったたってそれはしてもらわないであげてしてるってことで、うん、保証金を出してしてるわけだから、うん、これ例えばそういうふうにする時に、うん、するとすれば保証金出さないなら検査を出させてきてる、うん、それはそういうことで公共のためにする水害対策としてするんだとすれば出しますと、うん、そういうことを提案するとするならば出すというか出すというか当然のこととして経費になります費用になりますというふうに確認をしているわけです。ただその時その当時はね、そういうことをする場合は国からの補助金は出ませんという認識でした。私たちは初め、番組は 50% やる県当時の担当事業といいますか県事業としてなる場合は 50% ダムの場合は出ますけど、こういった場合は出ませんという認識でした。知事もしなかったんですよ、うん、ダムには補助金が出る、うん、ダムには補助金が出る、国から出る、半分出る、こう聞いてるもんですから私も、うん、バカだったっていうか気がつかないと。ところが最近になってよくよく聞いてみると、うん、それにも国からの補助は半分あるんですと、うん、同じようにあるんですと、うん、だから何ましてダムダムってことからなんだ、うん、ね、まあ、とにかく何でダムダムってダムが欲しいの、ダム作りたい人がダム、あともう一つですね、私は杉谷さんの、答えられます、答え、そのことについては答えませんでしたが、うん、私は、要は組合長の言葉かけ言うと、うん、もやなことねえというか、とか組合長は不意言葉言ってるなんて言われるというふうに言われて、言わんねえんとも、ダムでなければならないというふうに言っている人たちは、それは何かが洪水対策の場合だけバレてなく、何かがあるんでしょうということは容易に考えられることでしょう、ね、何がやっぱりダムを作らせているんだから、そうそう、それは利害だろう、利権利害、そうでしょう、このそういうふうな本当に私から言わせれば穴開きダムでなくて水を貯めるダムなら、うん、目的はあるわけね、水を利用するっていう目的、うんうん、先言ったね、飲み水が必要だとか、何だとか必要でね、水は必要でなくて流すならだから、うんうん、そうすると年にかけあるときではここしかねえなとか、ここをなんとかすれば川幅が広げられない、先ほど言ったようにここもここを掘り下げれば、うん、こういうことができれば水を流れるし、なんでよ、なんでなんだよ、みんなこれはなんだ、私はそこで怒りも感じるし、私たちが言ってることは、ね、社会的にも、まあ、国のためにも、まあ、県のためにもなってるんだ、余計な気に使うな、使うとしてもここの一つが、うん、ね、それで潤うとか、それからの旅館の経営がうまくいくとか、ね、そういう助かる限りあれば使っても、そういうふうに使った方がいいなんて、うん、そしてましてやダムを作れば、うん、ほら、なんていうの、ゼネコンって言います。そういう人たちだけのやつだなら8割はゼネコンに流れるので、うん、でここで例えばこれを建て替えするなというか、地元の人たちが、ね、雇用も、うん、雇用っていうか仕事をするとかだけ出てくるんです、ね、おっしゃる通りです、そうです、まあ、そういうことも、うん、
まあ、自身の確信を持っていることだったのを草島さんとかいろいろ教えてもらったり、こうだねかなんとかって、うん、本当に理屈ですからね、うん、実際そういうことで感じることがあったんです。草島さんからは新潟の、水害の後に大隈先生、新潟大学の大隈先生ですけど、まあ、取り組んでいる新潟水害についての取り組みについて現状を取る釣り行きます。そして終わって勉強されていました。その時は上の方にダムが2つあった、だからダムが2つあったからもう安心だと、水害のならねえと、心配ダムの水害の心配はないというふうに思っていたところが、それは想定外の雨が降ったからでしょうけど、あの 何年ですか、2004年、うん、人が住んだダムが2つあってもダメだった、これは何年であった水害がある、あるというね、ことを認識をしながらそこで生活をしていれば、それはいち早くそういったことについて気を使えて予防した対策を立てる。ところが安心をしておったものですから、堤防が決壊するのも知らないでいた。前はその、堤防が決壊すると困るので、雨が降ったら皆さんが畳1枚ずつ担いで、そして堤防を補強するために、訓練をしよう。それをしなくなった、まあ、ために人命に関わるその、救命ね、水害が招くことになったというふうな話を聞いて、現実で見て、ああこれダムっていうのは本当に、何の役にも立たない、本当の本当の水害が来た時では、基本に何もない。50年に一遍の確実であるだろう水害、まあダムサイトで350トンの流れる雨が、これはあそこはひとたまりもなくなるなんだと、まあ、こういうことで今日は始めているわけです。ですけども、次の対策はさっき言ったように、何難しいか考えに至ってできる話のことをどうしてもやろうっていうのは、私たちは、ダメだダメだって言って、組合員ですけど、組合員は俺みたいな、まだ混ざってもう、年のいって、どうにもならないような人たちまで多いわけですし、久米も、老齢化して、少子、少子高齢化ですか、という形で、1300人おったんですが、ここ5、6年で1200人になりました。で、まあ、力のということは、ありますけど、まあ、私たちの組合の定款の中には3分の2以上の賛成はないと、漁業権というものについては売り渡すことも変更させることができないという定款があります。それはその漁業権までではなくて、定款を変更するときとか、出資金の額を一口当たりのやつを変更するとか、いわゆる大事なことは積み立てるときには3分の2以上も賛成がなければ、いかに組合長が、それは、ダムをしようと、ダムに賛成しようとしてもできない、そういうことになっております。また科学者先生の話を聞くと、漁業権者、いわゆる組合
全員の同意をないと、基本的に故障には入れないと、そういう、私自身の、国土交通省の大臣からの通達もあるようです。ですから私たちは私たちなりにそういう立場で頑張っていけば、そんな無謀なことってさせることはないのではないと、どういうふうに考えておったところでありますが、そんなことを私たちが言っても予算は計上するから、予算が計上したのでよって、それをもうダムの本体工事ではないけども、ダムを作るための道路を発注して着手した、言ってみれば呆れてもごしゃげたな、閉じ越してや、ごしゃげたっていう言葉じゃないと、ごしゃげたっていう言葉は閉じ越しては呆れた、美術館今日は実に書いてなくて、実に懇談会というのがありました。私たちが一生懸命陳述したり何なりしても、事実の中に後ろで突っ張る、後ろが手を抜いてそういうのを打つみたいなことをされたんでは困るということで、もう二人で今決定したことを、党大会で決定したことを、いずずな反対のことを取るなってことはあり得ないことだと皆さんが言ってくれましたので、新年にやってるんだなっていうふうに最初に言いましたし、県会議員の、そういう人たちと、ダムを作りたい人たちと一緒になってやってるわけだから、いうのでありましょうけど、いろんな私たちの組織の中に、お客様さんが、いろんな、要するに、自然の関係とか、いろんなものに関してくれてたって言ったり、そういう中で、私も一生懸命して やりたいっていうのに、そういう、人がいるなっていうことなんですけど、どうしても、やっぱり一言が言ってるな。実現すべて私たちの決意も、きちっとした決意を示せないと、給与不明そんなものが、なんていうんですか、さっき言いましたように保証金を少し積み上げればなんとかなるんだろうと考えられても困るということもありますけど、話をしてスタートみたいです。私たちがしていることは私たちの義務だけではないと思います。つむりというのを皆さん方が、地域の人たちも含めて県民総裁の質問をどういうふうに受けてくれるかは、別族としてもやるだけのことはやりたい、やれることやるだけではなくて、やれることについてはやりたいというふうに思っていますので、どうか一つよろしくお願いをしたいと思います。なんか何をどういうふうに話すというのが分からないままでありますけども、よろしくありがとうございます。非常に分かりやすいですね。ねえ、そうなんですよ。しっかり言いやめば分かんない。今までもっとスタジオの話だけだろ、こいつは。ちょっとだけ、ね、
私は論じたんだが、ちょっといいやべ、わかりました総代会の総代は何人いらっしゃるんですか。120人です。120人、はい、全体の組合員は110人、あ、1100、今は現在は1100人で、あ、で総代は110人ぐらいです。120人、はい、ああ、まあ、当時総代の定数を決めるときは100人以上を、の定数ということになっているんですよ。で、当時は1200人程度でありましたので、10人に1人ぐらいの総代であればいいのではないかということで、1200人定数をしたんです。で、その後、200人ぐらい多くなりまして、300人ぐらい減っていたということです。あの、重要なこう組合として重要な決定とかそういう判断するのは、うん、総代会されるんですか、理事会になるんですか。総代会です。総代会、うん、あの、総代会と理事会の違いはですね、うん、組合の意思として決定をしていかなきゃならない。その意思決定の機関は総代の会です。これはあの、県や国であれば国の国会であろうし、県では県議会、総代会に行くというふうになるのではないかというふうに。1200人の組合全員集まるの大変だから、それで総代会が総会に変わる。理事会は執行機関でありますので、はい、総代会で決定をされたことを、執行していく機関なんです、ですから平成7年に水産業協同組合法の改正をされまして、その場では理事者は全員が執行者でした。それはあの、登記も、理事全員の氏名が登記されたんです。ですが、それは責任の所在がどこにあるかということが明確でなくなる。で、代表理事というものを設置をしまして、代表理事が執行機関と、こういうふうに法律改正をされました。理事会は、執行の方針について、審議をする。で、代表理事が執行するのを監督をしているという機関になりました。これは常設機関です。で、代表理事も常設機関というふうになっています。あの、やっぱり総代会の中でもその全体としてはもうそのダム反対でまとまってるんですか。それは、やっぱり賛成の方も一部いらっしゃったりもするんですか。それはやっぱりまだ拮抗してるんで、もう少数の意見ですか、そのダムに賛成。もちろん少数の意見というか、少数だから、ダム反対の決議をできるわけです。理事会が11人いて、この2人が推進、あとは皆さん反対、理事会で、そう、 9対2か。やっぱりその総代会、総代の中でも最上町の方とかはやっぱりどうしても推進の方についたりとかっていう感じなんですね。総代の中ですか。はい、総代、最上町の方が多いです。組合員のさ、1200人だけが、やっぱり最上町の方が何割ぐらい。だいたい 5.5、4.5 ぐらい。 5.5 まではいかないかもしれないね。 5.3 ぐらい、まあまあ半々ぐらい。そうです、50人ぐらい多い感じです。最上町の方が、最上町の方が多いですか。最上町の方が、そうする。なるほど。まあ、ただ組合長がぶれないから、ダンス、今の話聞いてさ、そうです。いやいや、組合長のぶれないのがいいね。そうです。
分解してさ、うんうんうん、それがやっぱりそういう状況とつながるのよ、うんうん、私は本当に理事の人たち、うん、思考機関は、うん、思考機関は代表は私だけですから、うん、代表理事が執行することになるわけです、うん、しかし他のことであれば代表理事が職員を使ってすればちょっと足りるわけですですけども、うん、職員を使った時はいませんのでダム町にダム対策町民委員会というのを私の他にも7人対策にというふうにしているんです。それは、まあ、強力にというか、うん、かっちり、うん、ダムを作ってはダメだという人たちを揃えてやっているんです、うん、だけど、やっぱり今組合長からのずっと説明していてさ、うん、ある地域って水溜めでその水乱さ使わないみんな捨てて開いて穴開きまでしてさうん、なんかどういう意味ねえでいいのって殺人みたいな意味ねえんすよね、うん、ちょっと面白い資料があるんでちょっと見せたいんですけどさっき あの流域の絵がありますよねでその中で最近発見みんなで流域歩いてて発見した絵があってそれはあのこのこれなんですねこれあ、違う、こっちだ行きましょう最初に、うん、ダムほら500億も作った限り、うん、上の方が500メーター、うん、560メーター、うん、高さが56メーター、うん、このダムを作ろうとしたのよあこういうダム、うん、でダムダムって来たわけだ、うん、だけどもこの東北電力は参入しない、うん目的は大体ダム作るって言うと何のために作んなかったけど電力ダムや、うんうん、俺たちだってそういうふうに思ったんだから、うん、学校生活で、うん、日本は震源のない国だからダムは本当に、うん、は急流の川が多いのでダムを作ることによって電力をそれが産業が発達してくる工業が発達してくるで工業立国だ輸出国だこういう形で日本が発展するなんて来たんだもん、ね、だから産業なんてのは大したもんだドンじゃんだから、うん、だから水をためてやっぱりその、うん、電力を作るそれだということになります、うん、これはね、本当に、まあ、わからないでもねそれわからないでもね一番最初にこう組合長のところっていうかその組合長がそのダム その最初は発電とかいろんな話で話があったのはいつもいつぐらいなんですか昭和私はどれやん51年から、はい、組合の役員になりまして、ええ、で平成9年から組合長になったんです、はいはいもうダム、この問題のダムの話になったのは、平成2年出て、3年から具体的になったと聞いています。だけども、その当時は、組合長でもなかったし、組合の役にはなかったけども、ただ平成7年になって、地域の組合員に、地域赤倉温泉街の温泉の支部に、話があったと、うん、鈴見聞いてくださいということで、うん、この時はタバコ工場が増水さん、うん、ああ、仕事場で聞いて言ったんですよ。ダムが作られてるのが困るな。泉草、うん。そういう話になって、で、7年にそういう話があって、まあダムはダムやな。でその時の組合長は佐藤慎二さんで、で、もうダムなんダメだな。だから補助金だけ大したもらわにゃっていけん。やっぱりそういう、ね、話になるよね。そう言っちゃうんだね。うん。そういうこと言っちゃうんだよ。うん、だけど、
僕はそういうふうに知っていたら7人の時は佐渡新宿に行くから役は活躍しなくなってくれて変わったんや、うん、その時にそういう話があったもんだけど、役は組合長と副組合長が反対の進行したというか、もし優勝を持って町に行って小谷町に行って話しました。平成9年に私が組合長になって挨拶に行ったんですけど、だけどそのためにしか見えない。その最初のその平成7年とか2年とかの時は、その前の組合長はなんとかなると県は思ってたんでしょうね。思ってたんですか、そのなんかその保証金。知事は二回も変わってるし、建設部今は金土水化というようになってるんですけど、前は土木部長、土木部長部長は、建設省、あるいは、国土交通省からの天下りより早くでしょうか、県の部長は、全て出向です、今まで。その前の組合長だった人は、そのまあ本人に話すと、その最終的には保証金だとかいうふうに言ってたんですか？私の前の話だと。私の前の話です。って私はそこまで、ありませんけれども、彼は穴を開けたものは絶対ダメだと。スリットダムだと言い切ると思う。何ダムだ？スリット。あ、スリット。スリットっていうのは、ダム下の方にだけ上げるんだな、途中に穴を上げるということじゃなくて、上から下までです。ああ、ストップ上げなの？スウェットってスカートはスウェットっていうのは、ずっと長く開いてるっていう。そうそう、ここずっと下までこう開いてる。ああいう時、あれを時のことをちょっとイメージしてもらうと、スウェットってそういうことだっていうこと。あれなんてないですかね。治水、赤倉温泉の治水の問題って考えれば、ダム以前にあの建物自体が建築法違反みたいな感じで川にせり出してるんで、あれ河川法違反じゃないんですかね。その辺はどうなんですかね。それでね、ちょっと面白いのがあるんで、これちょっと見てもらっていいですか。ここが危ないと言ってダムの計画になってるんですよ。ところがこれ見てください。この建物実は去年ここに建ったんですよ。危ないって言われてる川に新しい建物許可しますか。でこの建物を見るとここに壁作って、さっきのセミ温泉みたいにこの堤防から上にこうやって自分で耐水対策しちゃってるんですよ。あ、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。組合長、組合長、組合長、行って。そう。もう実際これはこういう風にして捨てるわけよ。そう。だからここ俺、これをそう、ここその政府の目っていう。なんだんだ。ここの旅館もこういう風にしていければ、そう。それだけでいいんだよ。こっちのやつもこれ民家なんです。民家。旅館ってないんです。これ民家。
そう、そこ行くと川沿いに行くと電柱とか、うん、そういうのに、うん、河川整遊許可証っていうのがくっついてますよね。あれは何なんですかね。あそこ河川区域なんですかね。道なんですけどね、うん、私は分かりますあれは何、あれ今調べてるんです、うん、でもうこの辺にあるあれ全部河川整遊許可の電信柱なんですよね。そうなんだ、あれね、河川とここの間の柱が本来は建物になっちゃいけないんだけどね。その仮説は別だけど、電話の信号ピンチだとかこの辺の川沿いも立ってるな、河川整遊許可赤川にも立ってて、いやこれはどう見ても明らかに川の中じゃないかというのがあって、要するにこのこれ調べたら湯に2メーターあるんですよ。だからこのぐらいの壁をテーッとやったらそれで済むんです。だからそれをただ景観のために景観の景観悪いですよね。歴史的な景観を守るためにそれはできないとかって言ってるんですけど、それこそヘリクス、その通り。ダム工事の総額って今出してるのはいくらなんですか。今約80億。80億ですね。あ、それは本体だけですか。本体だけ、関連も含めて80億って言ってるんですけども、上の方の工事全然やらないような見積もりなんですけど、それでは上がんないと思います。実際には100個すな、100個超えると思います。まあまあいつもね、80億してるんですか。80億してます。いつもその小さく産んで大きく育てるっていうのはこういう工事の典型なんで、ですし、でまあ、ちょっとだけさっき新潟の水害のことがあったんでちょっとだけ説明するとですね、まあ、本当に新潟で五十嵐川っていう川の水害はこれ全国的に有名で2004年です。で僕も実はここ現場行ってボランティア活動してまして、五十嵐川っていう笠堀ダムと大谷ダムっていうダム2つある川で実際にこう堤防が破堤しまして、死者9名出てます。でその隣のダムもこの刈谷田川っていうダムなんですけども、これこのところも決壊しまして、これは僕が撮った写真なんです。こう寺あったのが全部吹き飛ばされて、もう車はこういうふうに地震なのか水害なのかってもう大変な状況なんですよ。そうなんです。これが水害なんですよ。だから水がつくとかなんとかっていうのは些細な水害で、でこれここダム問題になったわけですけども、実際その五十嵐川どうしてるか、ダム2つでも収まらない五十嵐川実際どうしてるかと言いますと、改修前ここ400件、これを改修後400件移転させたんですね、はい、だからこれからの治水としては危ないところに住まないようにする、これを実際もう新潟では実践してるんです。で新潟では奥間先生という先生がいて、まあ、実際ダム2つ止めてますし、だからこういう教訓をちゃんと学ぶべきだということなんですね。この五十嵐川のやつは信濃川の支流ですよね、うん、そうですこれはじゃあ国の予算で、国の予算でこの時はね災害、もう災害に遭いましたから、災害対策のお金、これ400億円ぐらい使ってます。だからこういうことに学ばないと、だから新潟の水害から学んでダムに割らない治水というのを叶えようとしてるのは滋賀県もそうですし、ダムっていうのは結局ある量を目的に作るわけですけど、それを超えたら何の足しにもならないっていうことが新潟で分かって、去年和歌山でも同じようにダム満杯になってそれを放出して死者を出してる、そういう事例が去年の和歌山で起きたんです。福島はね決壊してしまった、地震で決壊した土でできたダムっていうのがあって、でもう一つ東日本大震災のこの津波、太郎町っていうところで10メーターの汐留堤防を2000億円ぐらい使って建てた、そこでそれを飛び越えて津波で死者を出しちゃってるわけですね。だからハードだけに頼るっていうことの危険性っていうのは本当にこの東日本大震災の教訓にもしなきゃいけないし、ダムっていうのはまさにその汐留堤防と同じで、想定を超えた時にもちゃんと身を守れる、生命と財産を守れる
その仕組みをやるにはこれからダムじゃないんだっていうことをやっぱこれから学んでいかなきゃいけないっていうふうに思うんですよ。で、小国川のこの治水が僕はこれ県の治水対策、これ庄南も含めてですよ、本当に生命と財産を守る治水にする転換にしなきゃいけないっていうふうに思ってるんです。で、あともう一つは年間22億円の経済効果をまさに沼澤さんたちが守り人の長本人になって川を守り続けてその経済を流域にもたらし続けてきた。で、小国川の鮎って全国でも珍しいのはあのさっき、なんだ放流されてるって言うんですけど、放流の鮎も実は小国川の鮎から取った卵を三世の疫病の施設で孵化させて、放流、小国川に放流するって純天然と言われてて、これ全国に先駆けて山形県が行ってる事業なんですね。だからそういう本当優れたことを小国川の鮎から行ってるし、震災後あの岩手の気仙川っていう川があるんですけど、そこも鮎釣りで有名な川なんですが、そこのその種苗のセンターが津波でやられたために、実は小国川の鮎を放流の鮎として使って気仙川のその鮎を増やしてる、そういう事業もしてるんですよ。だから本当東北の命の源みたいなものがこの小国川という川だし、それをずっとやり続けられてるその守り人がまさに沼澤さんとその1100人の組合員の方だったと思うので、そうすると今のもなんかポテト賞っていうのはこれの内容はどういう内容？内容はこの治水対策です。要するにこういうやりゃできるじゃないかっていうことを優先しないでダムに固執した治水対策をしてると、それはまさに税金の無駄遣いなんじゃないかということです。で、それが一つの、まあ、争点ですね。でも その税金の無駄遣いっていうところにかけて、訴訟を9月25日に起こしています。それは何、いずこの判決とかさ、はい、そういうこの日程的なものはどうなっているの？日程は今度11月27日、午前10時から初公判で違憲陳述という、どこがおかしいのかっていうことを述べるその機会があります。そこから始まりです。住民訴訟です、ね、住民訴訟です、はい、今の の、はい、宮内庁の話をさ、はい、ちょっと聞いていれば、はいはい、これもう我々素人からで言うとさ、法廷訴訟で十分勝つよね。うん、うん、ね、そうするとその法廷訴訟の、うん、要するに いずころなんだこの判決みたいな。判決は今交渉中のこんな時間長くしてみるからさ。そうですね、このためのものはどうか、今回始まって、まあ、次の意見陳述が1月にあって、うん、まあ、何年もかかるってもんじゃねえだろ。何年ではないと思います、何ヶ月の話だと思います。そうするとそこで、まあ、勝訴すれば、はい、うん、まあ、まだ県が上告したり、ね、なしたりする可能性はあるのに、あると思います。今もその意見書っていうのがようやく昨日になって県から上がってきて、全部私たちの否定してるその意見書が出ていて、まあ、相当この治水論で戦うことになるんだろうと思います。ただいろんなその何て言うんだろう、さっきの昔の写真も含めて、あと証言してくださる泉荘さんが最近そういう赤倉温泉の地域の人たちもダムが欲しいんじゃないだと、要するにもともと低いところに水がつくようになっちゃってて、それは実は川底が上がっちゃったから排水できない、そういうためなんですけども、それなんとかしてくれって思いはあるんですよ。ただダム作りたいっていう人は実はさっきの食堂の人なんかもあんまりそういうことなので、結構証言してくださる方も見つかっていて、まあ、いろんな意味でその明らかになっちゃう。最終的に裁判が、はい、判決するまでは限らないわけだ。ところが今かけちゃって、まあ、その道路様だろ、その、うん、今道路が始まってるんですよ、うん、まあ、だからこの、はい、うん、まあ、金の言い分は道路だ、酒、そう、本当に個人的にねえから、うん、道路様だって言い分だってやるな。そうそうそう、うん、だからこの判決が終わらねば金は本体様かからないわけだ。
柑橘関係ない。いや、関係ないです。あ、それはこうするのもないの？いや、漁業権の云々で、はい、今裁判をしてはいけないんです、うんね、私たちは、漁業権を売り渡さないと、言ってはいるけども交渉をしてるわけではないわけです。漁業権の変わる部分についてはまだ手をつけてないわけです、だから、今彼らが言っているのは漁業権に触っていないならもんだ、漁業権による訴訟については関係ありません。要は丁寧に漁業協同組合に丁寧に説明をして了解をしていただきますと、こう言ってね。そうそうそう、だから運動、その組合の了解メンバー着工再認っていう本体そうです。本体それは何でそうなってるの？法的の、あの財産権です。あ、財産権とか、はい、そのあれで、これは絶対限らない目処。そうです、それと今の法廷闘争で続いているわけだ。はい、法廷闘争はあの住民訴訟で税金の無駄遣いでかけていて、漁業権とはまた別のものでかけてるんです。あの今出資をしているやつがあるんだ、県は。まあ、このそうするとこの工事、道路の工事も税金の無駄ですよという競争だわけだな。そうです、そうです、そうです。だから、私の国では、そうするとそれでさ、その工事無駄だよという判決を受ければ、でどうなるの？県はその金使った分は無駄だということになれば止められないね。ただ止まりまねえのす。吉村知事に請求ということ で、そうすると県が何その今までの工事したものを第三に返すの？誰に返すか、県に返すんですよ。これも税金でやるぞ。そう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 、なんだろうの、そういう具体的な今どうなっていくなんだかも、ね、だいたい分かったり中身は、だからこれからの運動としてどうなんだかっていう話をの、知れてないや、いつも今の私が感じている漁業権があって、漁業権をどうすることもできない現状で、たとえ本体工事になかろうと、目的はダムを作ることで作られないとするならば、本来作る使用する権利ではないでしょうということになるわけです。それを、その了解をいないままにダムを作ることができるということが確定しないままに使用することがまかりならぬのではないかと。これはダムの無駄遣いに、決して無駄遣いになるであろうというふうに言っているで、はい、ね、そしてそれだけでなくて、ダムを作るということにも理由がない。理由がないということは、ダム以外のもので安く早くできるものがあると、なのにダムを作ろうとしていることは県の考え方や思考していることは間違っていること、間違っていることに憲法を使うということについては正当な理由がないのではないか、そういう主張、はい、と理解をしています。今のホテルとそうだね、ホテル。それで私としては、私の方で訴訟したわけでありますので、漁業組合は本当に本当に言っていますか、ダムを作っては困るということで、漁業権交渉にも入らないというふうになっているんですかというふうに問われれば、はい、そうですと。私たちはこういうことで意思を決定をしております。私たちのこの意思決定の期間ではこういうふうになっております。そして、たとえその意思決定期間で
過半数で決まったとか、そういうことになったとしても3分の2以上の賛成を得ないかいなければ、漁業権の交渉にも入れないし、そして、この漁業権の交渉が例えば入ったとしても、組合員全員の得る漁業者にも合意がないと、その交渉も無駄になりますと。これはさっき言いましたような形ですと。いうことについても、例えば法廷で証明をしなければならないとすればしますと、というふうに申し上げております。ですから、そのことをもって裁判所、判事がどういう判断を下すかということについては、これは定かではないと思います。で、私たちの、今言ったように、じゃあどういうふうにするのかと、県がね、いうことになれば、強制収容もあるでしょう、県がね、法律的にできないわけではありませんよ、ただ、現実的にね、さっき言いましたように、100%同意を得るということは、これはできないですから、私は。ね、私が代表者です。私が代表者で組合に1122人の同意を判子をもらうなんということは、まず 99% 休憩期がどこまで続いたってないと思うんです。第一を私が作るつもりはありません、ね、私たちにどうしてもダメだって言ってくれる人は10人や20人ではありません。まあ、だから強制執行するにしても半分ぐらいがの賛成で半々ぐらいなんだか強制執行って言うのだけれども、今の状態で強制執行はありえねえよ、ありえないです、ね、賛成者がほとんどいねえわけだからの、法律的にできるというだけ、できるというだけだけど、現実的にできない、これは私の方でそういう強硬なことを言ってるだけでできないのではなくて、全国的に今までそういったことはなかったと、試しがないんですよ。そういうことは不可能だということになるだろうと。これは学者、法律学者の先生方が言っていることであるし、私が言ったことではありません。ですから、私はその点では、まあ、自信と確信は持ちますけど、でも強行するということになっているわけですから。幕閉めでしょうかねというふうになるわけです。だから、理屈でない、どうしてもその強行しなければならない何かがあるんでしょうというふうにしか言えないわけです。それはいわゆる、私の方の理事が言った言葉でありますけど、それも先生が説明をした時に言ったことでありますけど、いわゆる政官財の業が政官の業が癒着によるその事業でないかと、いわゆる誰が言ったの、私のこの理事、だから私が言ったわけないし、はい、ことは言ったつもりです、私のこの、そういったことも考えられるでしょうし、あるいはそれ以外のね、力ってあるかもしれません、それは私としては、その、どうだなんていうのも分からないことであります、あるいは、今まで、平成2年からでしょうからね、3年からでしょうかね、もうすでに13億か14億だけは、使ってるわけだから、調査費とか今更、後ろ差し込むわけにはいかないということは逆かもしれないし、ただ今のこのなる途中でやめてる時代になってきたけど、そう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 、そうするとさ、やっぱり正確な情報がいかにさ、この伝えるかだな、そうですね、今な我々のおっしゃってます気持ちはさ、はい、だから今日やっぱり組合長から直接薬でさ、非常に分かりやすいの、みんなも分かったのにみんないいね、今まで
どういうなだんだかみたいな感覚で言われるんだけどさ、うん、やっぱり生の声を聞くことは芸術だよ。そうですね、うん、本当に本当にこういうふうに自分でも自分の言葉として言えるようになったのは最近で、本当にあの、本当に今でも教えていただきました。本当です。もう頭が下がる思いで、だって自分の言葉で喋るっていうのは分かりやすいんですけど、そこの部分の、姫野ちゃんに関してはすごく説得力あるよ。そこだと思うよ。これがあの話をするわけ。あの、そういう意思で聞いてくれる人が多いんだって、そういうふうにいいなとやって、いいなとやってきた今、正義で、その反対の人もいる、私たちの考え方にね、反対の人も言っているのを話すようになると、なかなか。どういうふうに筋にしていいか拝みがあったって今の分かってくれる、ね、前提として話を聞いてくれる人がさずなんとかこう喋りきると思うでないとこの人がどうやって説得していけなんていうのはなかなか話しされて大変でしたよ、県の説明会とか行くとね、もう動員されてる方々が8割ぐらいダーいて、その中でね、マラさんたちと僕らが反論するわけですよ。途中でヤジで消されるんですよ。そんなところでもう和田さん一生懸命毎回あの主張されてて、なかなか途中でこう書き消されるみたいなこともたくさんありながら、これまで運動されてますけど、ヨレナさんは感服するね、本当に。組合の中で勉強会を持ったりとかもされたりとかは、勉強会ない、勉強会、まあ、ダムのね、そういう自分たち の, その組合長とかのいらないっていう思いをその組合員の人たちに理解させることってすごく大切だと思うんですけど、組合長の言うことが分かったわって言われたくなかった、知ってるのすごい、いやいや、分かってるよ。だから組合員の人での賛成する人のことって言わないってことだよ。どうしてもこの、なんていうかな、いろいろな会議、そうする会議をすると、わけにする組合とは、今は組合とは、今の組合とは、前の組合とは、わけにいてもらって、こう、少し引っ張ってもらうと、興奮してしまって、そうそうそう。ダメなんです。すんねんだよね、それが。あまり、強いこと強いというか、そういうこと、聞いて手紙を言って、少し、言葉ではあるけど、そういうふうに分けされてくれないわ。そういうできる人も一切言いにくいね。ダメなんですよ。私も、自分で何言っていいか分かんなくなるので、ね、いや、大した方ですよ、ですね、今日初めてお会いしてよかった、この方は一切来て、そうなんです、本当にね、全国でもね、全国みんなが札束で叩かれて、組合が了解してダム作られるケースがほとんどなんですけど、ここはもうこの今田さんがいらっしゃるからなんですよ。で今ここに映してるのが長木ダムです。これどこのどこにどこが環境に優しいのかなんですけど、まずさ、先ほどさ、はい、ちょっと進めるそうですもうそうですね、そうですね、これから帰るんだからな、はい、今日あの評価にしてそうですね、で、はい、どうもみの話でした、はい、な、どうも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 いただいて、頭の下がるようになるんです、私も
75です。肋骨に落ちるっていうのをやらなければならないことは、やるつもりですが、なんとかまた一つ、積んでもらいたいなという、そういう人です。やればなるほど、やっぱり、主という、中国の人に指導していかなきゃならないなというふうに思っています。本当に、草島さん、本当です。